はい、ガ u y s guys, welcome b チャ k to my c h こんにちは。スリオイターフーションデザインのスクリエイターです。ということで、今日、翔さんの、えー、水人の新しい CM と広告、界隈のお話をしていこうかなと思いますけれども、いかがお過ごしでございますでしょうかと。で、これ、新 CM、こちらなんですけど、こちら、音声がちょっと聞こえやすいように、あの、翔さんの車両が聞こえやすいようになってるものなんですけども、ちょっと、めちゃくちゃ美味しそうでご覧ください。凝ってからの

背景だけちょっとマスキングして後ろに入れた感じなんですけど、この作りがまた面白い。かこれホルモンだよね。ホルモン焼きだよね。めちゃくちゃ美味しそうだよね。ホルモン焼きに水煮ってめっちゃ合いしそう。カラの水っきの。の相性のいい,いきりカさんめっちゃ食べっぷりカいいいラ、ね、の水人そうだぴっきの。カラの水っきりカラの。カラの水っきりだ。ラの。カの水っの。カの。 めちゃくちゃおかわりしたくなっちゃいそうで。で、ちょっと広告回りが結構出てきてたんですけど、ご案内しようかと思います。もうそういえば発表、記者会見2月だったんだよね。1年あっという間に終わりそうなんですけど、大丈夫そうですかって感じ。バス停、私もこれこってりスッキリのやつを、で横浜かな神奈川県で私は発見して、感動して、あっ,ってなって。各所で。 あと何度、なんと、なんと、バウンディ君のライブ帰りに発見した人もいたらちょっとこってりすっきりバス停、しかも、これやばくないって思ったのが、ウォンジョンヨと、これ完全にここのバス停の、バス停の運営さんとか言って、このエリア絶対翔くん担当しているでしょったんだけど。ウォンジョンヨと、追人の二面広告があるらしくて、こんな至れり尽くせりのあってええ、みたいな。 病院の待ち合いからだってこれ全部載せてくれも見つるものですけどそうだよね駅前の6.1万再生されています2個とも2機とも両面なんですってここ最高な空間がありますありますねそう最高のバス停こどこなんだろうね普段はどこちょっとあれはいいやちょっとエリアは多分個人情報になっちゃうからねここら辺も 記録も出てましたけど、やっぱ売り上げやすごいよね。もともと前週比2.3倍ってのは聞いたけど、ユーズの方も売り上げめちゃくちゃ良かったみたいで、オリジナルコースターとかついております。あ、すいません、肉とホルモン追加でって。 これで一瞬聞こえられるんだよね。ちょっと被せられちゃってるけど、翔さんが、あ肉とホルモン追加で、肉とホルモン追加でって <laughs>、追加で頼んでる翔さんが。水人の餃子のね、あれもお皿もね、ついてるのありますけどね。めちゃくちゃ良さそうですよね。すっきりするよね、水人。結構私も飲みましたけど。こちらが、北海道の翔君た頼みなさんバス停の新しい翔出てました。 札幌だって、札幌市中央区、旭山公園通り18丁目ですって。で、あの、北海道の公園ももういよいよっていうところなんですけど、福岡の次だよね。福岡11月の2021で回って、その後11月、今月の末、北海道ですね。金曜日、土曜日と、夜公演、昼夜公演、3公演ですかね。セキスハイムスアイスアリーナフィギュアスケートとかやるところの会場なんですよね。 の、まあ、こちら札幌にあるらしくて、こってりすっきりすごいわ、札幌まで進出している平野さんすごい。あとは、ここら辺かな。新 CM こってりからすっきり人生最高のレストランで捕獲できたって。 人生最高のレストラン。翔くん仲良くなってお食事して汗かいていて可愛いこの CM の展開がだんだんあの徐々にあの角田さんと仲良くなってて、ホルモンまで一緒に食べに行くっていうところがね。クラインの映像もなんか背景めちゃくちゃスッキリしてていいね。テレビ上で見るとこんな感じなんだね。いいね、翔さん。普段ホルモンとか食べるのかな 結構何かとコーテラの時韓国料理食べてたりとかして、韓国料理好きなのかな <laughs> と思ってたけど。日本食もね、結構食べそうだよね。4月にはあなた食べったのに仲良くなってるじゃないか、そう。徐々に徐々に距離を近づけていって、角田さんとホルモン,ホルモン食べに行っていくまで仲良しになってる。翔さんさ、しかもさ、角田さんぐらいもうちょい上の世代のバイクのお友達のおじさんたちいるじゃないですか。だからおじちゃんと絶対仲いい人多いし、相性もいいし、話も合う人多いと思うんだよね。 若い方の友達多分あんまりいないと思うんですよ。だからおじさんのバイク友達がなんかちょっと上の方とお話しったり、バイクの趣味があったりするとかめちゃくちゃ意気投合するのかなと思って。そう。あとまあ、そうだよね。透明になりたいのさ、歌詞もそうだけど、やっぱり。このビッグスター普通に街歩けないからさ、多分おじさんのバイク友達ぐらいだったら普通のテンションでさ、なんかセレブ扱いしないで会話してくれたり、会ってくれたりするから、そっちの方が楽なのかなと思って。同世代のこと行くともなんか、なんか,なんか平野翔っていうもう、 スーパーブランドだからさ、もう街歩くのにも、会うにもなんか、気使われちゃって嫌なのかなと思ってショ、翔ウ君おじさんだったらなんか、なんかリラックスできるのかなって思った。で、結構悩み事があるとめっちゃ考えるタイプらしくて、この前のあの番組で、資生堂の会見であれ明らかになったけど、そう、めっちゃ悩み事があるからめっちゃ考えちゃって、みたいな感じで言ってましたけど、前ンセなんだっけ、あのね、 皮膚がさ、あんまり状態良くなかった時あるじゃないですか。あの、ほし、あの、なんか体、体調、体調方針だったっけななんかできちゃって、生き物できちゃってみたいなところあったじゃん。まあ、結構ストレスも溜めやすいと思うから、こういうところでなんかリフレッシュして、お酒は飲まないみたいなので、そういう意味で不祥事が一切ないナンバーもさすがだよなとか思ってるんですけど。 そう、角田さんとなんかプライベートで会ったりとかするのかなわかんないけど <laughs>。今日ラーバンディで、そう、バウンディライブで横浜来てて、まさかのそう、横浜で結構、そう、私も横浜で大使館の近くとかで見ましたけど、あの、海のが見える町公園あたり、横荒れに向かう途中で翔さん発見。 結構横浜遭遇率高いっぽいですね。こってりすっきり。もうこのホルモンの絵がめちゃくちゃいいともう。そそられる。で、すっきり水人ソーダで流し込むと。もう翔さんのこの笑顔がいいよね。めちゃくちゃいい笑顔だよ、このショット。で、ちゃんとあの、コンビニ、サブイレブンとかも全国的に水人ちゃんと置いてありますからね。うん、さっぱりで手を出してしまいます、ついつい。で、今日仕事先の出先で見つけた。350巻にはクオカード付きの紙コースター外れたけど、 瓶には、えー、シリコンのコースターがついてたって。可愛い,いですね。コースター付きなんですっ、ね、て。オリジナルコースター。可愛い,いです、シリコン。やっぱりコースターもそうだけど、まあ、美味しい飲み方とかと書いてあるんだね。たっぷりの氷が入ったジョッキに冷えた水銀ソーダを氷に当てないように注ぐって書いてありますね。 コースターもかわいい。あの餃子のお皿もちょっとね、一緒についてたりとかしますけど、コースター付きがたくさんということコースター付き販売開始しております。しかもさ、缶じゃなくてさ、この瓶で買ってさ、お家で飲む分にはめちゃくちゃいいよね。まあ割り方もいろいろあると思うし、ンだから、まあトニックウォーターとかね、売ってたらトニックウォーターで割ってもいいし。これが札幌中央区北一町金本ホール前です、だって。ちなみに、おんちゃんのビル前にはいませんでした。 北海道すごいっすね。北海道にもこれだけ広告出してくれて。もしあの、札幌の公園当たった方は、どこかしらの帰りのバス停とかで翔さんを目撃する可能性はあるね。これ、両 A 面。両 A 面やばいのよね。これ見たけどめっちゃよかった広告。すごい目に留まりました。スイチンとウォンジョンよ。ウォンジョンヘア、両 A 面。 すごいね。やっぱやってる広告のあれがすごいね。美容系、ウォンジョンよ。ヘアプロダクト、そして飲料、まあお酒、アルコール類もやってて。めちゃくちゃも両方とも全然コンセプト違うし、髪色もこれ、もう天使ビジュアルのハオウヒラノさんと。もうなんかちょっとお茶の間の優しくて面白くて、ちょっと天然なコンセプトも CM 入ってましたけど、のヒラノショーも入ってて。でもやっぱ清涼感、スッキリした感じもあって、そう。 ここれはどななのかな新潟のバス停にも翔さんいましたってビッグスワン前新潟県にも進出中新潟県に進出中すごいねビッグスワン前ぜひ行ってみてくださいすごいわサントリーさんもこれだけ広告貼ってるのすごいよね CM 楽しみこれ CM めちゃくちゃ良かったなんかホルモンと合わせてくるあたりセンスが良い駅の中にも広告出てるみたいですねこちらね 駅って結構暇な時見ちゃう。まあみんなスマホ見てるからあれだけど結構見ちゃうよね。まあ今あ、東横線とかもそうですけど各あの駅で画面にスクリーンに後世の石器精の CM が流れ始めているので通勤とか時間帯で見た方もいるんじゃないかと思いますけど。で、福岡公園次ということって博多駅ですね。博多駅、こちら、えー、博多ステーション地区市口の駅ですね。 出ておりました。こってりすっきり。福岡の人ってね、福岡って美味しいものばっかりですからね。公演中にもどっか食べに行くのかな。なんかリングに、仙台公演であの指輪なくしちゃったっぽいんだけど、福岡ここも両英面あるらしいです。さすがのバス街。福岡のバス街で両英面すげえな。 ウォンジョヨ水人ソーダの並びが結構全国各地で発見されている。近い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  <laughs>。全然コンセプト違うのですごい。札幌中央区南一条だって。翔さん花並びめっちゃ綺麗。南一条札幌。結構皆さん寄ってくださあのこれ私も見たので水人ソーダ、 前年比、CM 起用の効果で、対年、対年前年比、対前年比2.3倍、要は230%売上アップ。2.3倍アップ。で、去年の2倍以上のペースでして、で、対前年比、まあ200%超えというところなんですよね。すごい、水準そうだ。で、2月のタイミング、まあ記者会見とかだ2月のアルコール業種初の1位だったわけなんですって、 へーって感じだよね。水人総高ね。ゆずの方も新発売のやつ。で、6月限定販売のゆず搾りが800万本超えと。10月に再販されましたと。限定版もめちゃくちゃ売れたというわけなんですね。今経済を回す男、平野ミックス、平野翔なわけなんですけど。2.3倍っていう数字をこのアルコールで出せちゃうのも平野さんだよね。11月9日、岸田万博2024年です。 に入ってましたそうですねサマソニもあったビアボール夏のサマソニすごいよねナンバーアイね糸すがすがしい水神ソだ。完全に平野さんですね岸田万博2024年っていうのがあったんですね翔さん駅で発見銀座向かってる電車で会えたらって銀座線かしかも出入り口横の4面全部翔福になって1人で興奮わかるいいんだよねこの広告ね こってりからスッキリっていうところ。翔さんのスッキリフェイスがめちゃくちゃいいですね。はい。スッキリ顔。えー、っと、これ CM ね。こちらね。いいですね。翔さん。With Music 内で流れてたら撮れてたらしいですよ、翔さん。8時34分、With Music。後ろに水人のポスター貼ってる。こちら。あ、確かにそうだね。With Music 内で流れ座っぽいですね。 え、普通にお店でも飲めるのかなお店のジョッキだったけど、水人ソーダ注文したらこのジョッキで出してくれただって。QR コード読むと、平野翔くん、こんにちはしてました。えー、いいですね。お店にこういうジョッキがあるんだね。これ欲しいね。このおっきめのジョッキ。めっちゃ爽快感やばい。QR コードと平野さん出てくるんで、情報はこちら。サントリー .tp、水人ジョッキ。で、平野さんがこんにちはしてましただって。嬉しい。こんなお店あったら行きたいってなるよね。どこのお店でしょうかって感じ。 翔くん食べる姿が大好きなアイリ食べるのたくさん食べるといいんだけど食べ方綺麗そうそうそうこぼれないようにねパーカーだし色ついちゃうから食べ方綺麗だよね一口でパクッといけるっていう一口でパクッといってお口をこう汚すことなく服に垂らすことなくちゃんと顔を前に出して食べる食べ方もしっかりとしているパーカーを着る翔くんもいいですねはい間違いないアリーナ神石立ち見ありがとう <laughs> 確かし 駅の駅さんあの、電車の中明るいからいい感じで照明当たってて素晴らしいね。水人超大新 CM 確保テレビ、今日からの可能性大って友達の話してて、昨日からそわそわしてたモグモグ翔ョくんかわいい。こってりからのすっきりで、これ、あやたか CM の後に入ってきたんだね。テレビでね。ショーくん角田さんコラボもいいし。 水事人がぴったり水ーサントリーからの追い越すだねもう結構あの飲食系飲み物とか食べ物ばっかのこの時間帯の CM ねしかもさ金髪で出してくれたんだなと思って今まで黒髪器用だったからなんかお酒の CM だから。 ブロンド嫌なのかなと思って、なんかウィッグとかスプレーとかで黒にされた,ったのかなと思って、せっかくあれ綺麗なブロンドなのにと思ったけど、平野さんのちょっと襟足長めのウルフっぽい感じの、ウルフカットっぽい感じの、今のビジュアルでまさにね、ちょっとまた伸びたかもしれないですけど、ブロンドで起用してくださってる。ちょっと若者の平野さん、お兄さんとサラリーマン友達っていうちょっと、 どうしか部下なのかかわらないような感じの関係性普段のなんかバイク友達のおじさんと会うとこんな感じなのかなと思ったけどそうめちゃくちゃ良かったですよね「N スタニュース」見てたら <laughs> これ面白い「N スタ」見てたら貴重な瞬間が映り込んでたって福岡の自転車の主計帯のニュース飲酒運転かなポス停のポスターを K 君から翔君に変える瞬間え <laughs> ここら辺に映ってたんだね ニュースでもちょっと出てたってことかなあ,あ、切り替わる瞬間ってことね。パルコ前のところですよね。いいのか悪いのかっていうニュースの中で出てきたみたいです。<laughs> 博多の、こちらは、えっ、ー、と、博多山前バス停、大階段前じゃないけど、水人ソーダ。翔くん2面はなんだか感慨深い。2面嬉しいですね。あ、ほんとだ、バス停で。これ以上ないってくらい翔さん宣伝してくださってる。水人ソーダを。 めちゃくちゃゃく水人ソーダのこのさ、タコイズブルーの背景がめちゃくちゃ似合うんだよね、翔さんの肌の色とビジュアルに。そう別界隈、岸田万博2024年、別界隈行くの友達から LINE 来たらって、翔くんいるよって。全然別界隈だけど、こうやって翔さん、水人ソーダ、がっつりポッター、全面に貼ってくださってるね、平野さん。大阪も西梅田、9番出口上がって。 で桜橋邸に新しい将軍がいがたって前回もここにあったから確信を持って行ったよだって黒髪翔軍から様変わり桜橋のバス停かなめちゃくちゃいいですね全国各地出してるね北海道から上は北海道から福岡まで大阪も出してるんだね横浜でも見たしね 放課後のカルテで2回流れたみたいですね。9時11分と9時34分。で、あちこちの番組でたくさん流れて嬉しいな。サントリーさんの提供がそれだけ多いということ。えー、最大手企業様からの気をありがたい。そう、サントリーさん自体めちゃくちゃ CM 打つから、で、翔さんを見れることも増えるっていう、増えてるっていうことですよね。南の沢にもいました。南沢すごい、こんなところに翔さんか。全国各地でございますね。 ひょうさまづくしの神バス停見つけたようだって。こちらです。ドゥ,ドゥン。これは2面。ちょっとアップがこちらですね。千代町っていう感じね。千代町かな。千代町博多駅に向かう方面のバス停かな。千代町2面だって。ってか2面っていうか3面か。こっちの,の水神は2面張ってあって、その反対側が両 A 面で、 ンジョ水地によっっててて水なるる3面広告打たれてる感じ素晴らしいっすね <laughs>。電車に乗ったらショックにいたんだって。電車でまだ見たことないな。だからどちらかというと、あれの方が見る確率が高いかな。石器性の方が。しかも2月に起用されたんだよね。これまでいろんなパターンの CM が流れ、半急梅田には期間限定スタンドも登場と設置。そして今回何度でも糸を忙しい水準相談をキャッチコピーとする広告がバス停に,バス停に出,出現ということで。 桜橋。あ、すごいすごいすごい。南んば。なば駅前、JR。これ以前のやつですよね。ちょっと黒髪から一気にちょっと現在の翔さんに、なんか時系列もわかるようになってるい,いね。時系列がわかるからさらにその角田さんとの関係性も深,深まっててみたいな。CM なんだけど、なんかちゃんと進んでる、関係性が進んでる感じあって。ドッキリグランプリは残念ながら見過ごしたけど、急いでウィズミュージックと同様ドラマの予約をしたらどっちも取りスハイーボールの後にこってりから、 ハイボールの後だったんだ。こってりから好きの。トリスハイボールの後にこってりのこの、水じソードの CM を打ってくださってるんですね。えー、っと、明日は1 9で流れそう。れ流れたんだね、With Music で。大阪にお邪魔してます。大阪の都会の平野さんだしって、何度でもいたすがすがしい。2月の起用でこの11月まで、あの、新しい広告と新しい CM まで使って、 契約期間自体めちゃくちゃ長いかもしれないですよね。そしたらね。うん。それだけ。愛されているし、翔さんに期待されているわけですね。あ、これバレーボールのやつかな。バレーボールの、サントリーサンバースの試合に水人ソーダ流れたんですって。パネルで。そうだよね。サントリーね。バレーボールのチームありますからね。あ、すごいすごいすごい。 うーん。上のスクリーンに。そっかそっか、サントリーもあったか。サントリーだって誰がいるんだっけバレーボール結構一時期めちゃくちゃ見てた時あったけど。こちらバス停。あ、すごいすごいすごい。すごいすごい。こんなにいっぱい聖地巡礼された方がいるんだね。水神人層だ。まあ、コーセもね。 捕獲完了だって。コースも両方見た方いるんじゃないかな。9時37分台からの水人のこの一家前のばあちゃんも良かったですよね。黒髪でね。うん。11月4日。今年の2月、結局渋谷と大阪のこの駅しかなかったポスター。ありがとう、平野駅。平野駅。<laughs> CM ストーリーズだってってこの出会いから食事行くまでの仲になってるのいいねだってこ,こでで会ったんだねこれでやってから徐々に徐々にこう距離感近づけていって <laughs> ついにはホルモン焼き一緒に食べに行くぐらいの仲になってバイクの話でもしてくれるといいなと思いますねこのおじさんと白上のおじさんとコースター買いに行ったらまだなかったからラスイチだった餃子付き水神ソーダ買ってきました 餃子のお皿欲しい。ちょっと見ていきました。N スターのあれも出てきたみたいですね。CM ね。もう各局でサントリーさんが打ってくれてるみたいでさえ嬉しいです。ということで、ぜひ見た方いれば教えてください。ということで、高評価、チャンネル登録もお忘れなく。バイバイ。